松風は日本国有鉄道がかつて京都駅、大阪駅松江駅、博多駅間などを東海道本線、福知山線、山陰本線、山陽本線、鹿児島本線経由で運行していた特別急行列車である。1961年に山陰本線初の特急列車として京都駅松江駅間で運転を開始したが京都駅福知山駅間は 東海道本線、福知山線経由で運転された。1964年に京都駅博多駅間の運転に変更され、利用客の増加により6両から9両に増結され、その後1968年にも12両に増結された。1972年3月に山陽新幹線が岡山駅まで開業したことにより、 新大阪と山陰本線米子伊勢を結んでいた福知山線経由の八もが白尾線岡山増田間運転の八もに移行し大阪駅鳥取駅間を八もからダイヤを建て替える形で一往復増発したが同年10月から京都と山陰地方を結ぶ綾部駅経由の特急朝潮が運転開始されたことにより松風は大阪駅 または新大阪駅発着に統一された。1985年3月のダイヤ改正で1号4号による博多駅の入れが取り留めとなりに往復とも与那駅発着となった後、1986年11月の福知山線全線電化によって北近畿に置き換えられ廃止された。列車名の由来は自然現象に由来するものから、 松林に吹く風をイメージしたものである。東海道新幹線と山陰地方を結ぶ連絡列車として1965年に新大阪駅浜大駅間で運転を開始した。運転開始当初から一往復しか運転されていなかったが、新大阪駅を12時に発車するダイヤでビジネスの利用のほか温泉客の旅行としても良い時間帯を運転していたため、特に週末には 特急券の入手が困難になるほどであった。このため、1970年に7両から9両に、1971年には12両に、増結され、食堂車やグリーン車も連結されていた。山陽新幹線の岡山開業により、山陰本線、米子増田間と京阪神との新幹線連絡は、白尾線経由の優等列車に移行させたため、1972年に、 鳥取伊勢を廃止し、大阪駅発着の松風に統合された。列車名は、島根県東部の両生国である出雲にかかる、枕言葉である、役も立つが由来となっている。福知山駅に停車中のキハ181、特急松風。ありがとうございます。